こんにちは。マサバ海峡橋というね、ステージが実はあるんですけど、スプラトゥーン1にあるんだけど、スプラトゥーン2には存在しないの。で、3ではもしかしたら復活するんじゃないかって、まあ俺は思ってるんですけど、まあ2から始めた人は知らないステージなので、まあ、よかったら見学でもしていこうかなと思います。自分はスプラトゥーン1をやっていたので、まああらかた知ってるんですけど、だいたいここの左の通路、ここ塗って、いつも衝動行くんだよね。ここら辺塗ってから行くんですけど、橋になってるの、金網に。ね、金網がね、ちょっと厄介なんですよね。もうここどこでも上がれて、ここでも上がれるし、ここ上がれるし、なんかリッターがここにいたとしても、もしかしたら下から来る可能性があったりすると、とても厄介なステージで。なので大体リッターとかは、あ、ここら辺にいます。ここら辺で構えとるのよ。まあ、ほんとこんな感じですね。景色はすごい綺麗ですよ。周りが見えるし。で、これリスポーン地点まで行けるから、ここでシールド焚いて、で、こう撃つのも強かった。昔ほんとに、リスキル？リスキル速さここの。ここまで来たら、勝ちみたいな。え、すごい。橋すごい。すごくない？作りすごくない？ちゃんと作り込まれてるんだよ。はい、マッチングしました。マサバ海峡大橋です。よろしくお願いします。スプラ2には出てこなかったけども、いずれスプラ3には出てくるであろうというね、ステージなので、ちょっと待ってました。最近マサバ海峡ではなく、スプラ1やった時にやったのは、マヒマヒリゾート&スパっていうね、ステージだったんですけど、見てこの景色。周りが見えるこの景色。まあね、ちゃんと作り込まれてるので、俺にはすごいありがたいですね。俺にはってかみんなにもか。久々にスプラ1やるとね、気づくことがね多い。ちょっと高台ここ行くのきついけど、ナイス味方、一緒に行こう。ナイス。いやー、ちょっと下がってるな。そしてなんか立体いるね。やっぱあそこいるよね、左側。やだ。スーパーショット。もうね、スプラ2にはないスペシャルもあるし、結構新鮮だよね、久々にやると。え、待って。危ない！弾が時々当たらない。ナイス！足りない？大丈夫だ。ビッグボムラッシャー塗るために使ったことになってしまった。おー、いいメガホン。この、姫ちゃんキャノンもな、出てきたからな、普通には一応ね、別の姫ちゃんキャノンという名前で。もうこれ全部紹介してきた、俺は。スプラ1を。3が出る前にちょこちょこねやろうかなって思ってるんですけど、危ない、出る、危ない。なんか時々瞬間移動とかするからさ、やばい、それはやばい。ダメージを食らってなくても食らってたりする。味方大丈夫か。いけ、おぜ、それ危ないね。なんか死んでる。ここでみんなの戦いを見てたいな。あ、そのボムはうまいやらしい。危ない。べ、なんだ、キューボか、ナイス。誰から来てたね、今。ちょっとみんな、塗るのが、おろそかになってませんか。楽しみ。みんな楽しみに行ってますね。マップ見ると首が痛いな、これ。ゲームパッドでマップ見れて。スプラ2みたいにマップは開けないから、自分でちゃんと確認しなきゃいけないんですよね。みんなグイグイ行ってるので、目が塗る。うわ、なんか来てるぞ、チャージャーが。怖いから上から行こう。どこだ？どこだ？あ、空砲見えた。あれだ。そこだべ。あ、いる、ここずっといる。味方も気づいてる、これ絶対。いけ、味方行け。めっちゃ逃げる。リッターなのにこんな逃げれる。クイボ、さすがクイボ。はははは、めっちゃ逃げてく。リッターもうなんか、チャージできなくなってたな。はい、ありがとうございました。
なんか上から見た景色はそんな綺麗じゃないよ。マップから見たら。そんなこと言っちゃダメか。おい、今チェックしました。マサバ海峡大橋、再びやってまいりました。マサバ海峡。いいね、射程が。みんな濡れる武器だ。さあ、頑張りましょう。これね、ここから行くの好きなので。綺麗よな、やっぱ景色が。綺麗だ。ミサイル味方が撃った。いや、スリーで出てほしいな、これは。ちゃんと、やっぱちゃんと出てほしい。やりたいよね、みんなも。今からワンを買うのではなく、スリーで初めてやりたい。オッケー。怖え、すっごい。待って、これ守らなきゃ、あそこ飛んでくるの危なくないか。いけるか。めっちゃ削ってる、いけるはず、これ。味方これ後ろからいける。回ってる味方、これいって。はい、これ。やられた？やられてるのか、わかんな。やられた。やられてるのか。やられたじゃなくてナイスで。今なんか言ってた。やられたないかな、スプラッツ。ちょっと判断が難しくなる。あと武器が出ないよね、相手の。うわ、恨みついてる相手。怖っ。待って、みんなの知らないギアがある、今。今、射線、マジか。今、当たってた、俺。今、当たってなかった気がする。当たったから死んだのかな。でも、当たってなかった気がする。しょうがないのであります。聞こえるね。うわー、こっち抑えられてるな。ちょっと行きづらい。ん？アメイズミサイル。ちょっと味方のスペシャルも分かりづらいっすね、これ。ここまで来るとね。右側いっぱいいるな。行こう。オッケー、一人倒した。いや、チャージャーがこっち見てる。なんか捨てじゃんか、これ。さっき倒したやつ、ここに、あ、やっぱ捨てじゃんか。もうステルスジャンプもさ、スプラ2にあるけどさ、また別なんだよな。ギアが。さあ、また飛んできてるわ。で、これはつてじゃんじゃない。これただの沼じゃん。多分また飛んでくるな。あ、多分これ上飛んでくる。はい、飛んできた。大体飛んでくるとこはね、倒すタイミングでわかるから。ナイス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 。倒して、沼じゃんは倒して。つてじゃん難しいからね。で、これ多分またね、ジャンプ飛んでくると思う、ここ。入った。わかる。テレスジャンプ、ほんと、怖いかな、急に降ってきて。はい、ナイス、みんな。これは勝ったんじゃない？いや、ちょっと金網、難しいよな。金網って。バレル使いたいね。ありがとうございました。金網はなんか難しい。もずく農園と、マサバ海峡、ちょっと似てるかも。